ボーイズ・イーメン、ボーイズ・イーメン、ボーイズ・トゥー・メンは、米国フィラデルフィア出身のボーカルグループ。1990年代に、エンド・オブ・ザ・ロードをはじめとするいくつもの、全米ナンバーワンソングを記録し、R&B の一時代を築いた。ボーイズ・イーメンは後期、1985年に、フィラデルフィア高校に通うネーザン・モリス、マーグ・ネルソン、ジョン・ショート、 マーガライト・ウォーカーによって結成される。バルディと、ショートとウォーカーは、高校卒業のため脱退。1988年に、ォンや、モリス、マイケル・マッケリー、ショーン・ストックマンを加える。この時、グループ名を、ニューエディション、ボビー・ブラウンが在籍していたグループの曲名、ボイト・メンから、ボイ・スイ・メンとする。1989年に、ベル・ウィブ・デボー。 BBD のコンサートへ行き、楽屋に潜り込みアカペラを披露しそのまま契約に至る。2002年にマッケリーが健康上の問題を理由に脱退。以後は新メンバーを迎えることなくトリオ編成のままで活動を続けている。ボーイズ・トゥ・メンといえば心に響くバラードの名曲とアカペラのハーモニーが浮かぶ。当初は4人編成だったが、マイケル・マッケリー脱退後は ネイサン・モリスが低音とメインを担当。高音部はワイエ・モリスとショーン・ストックマンというトリオで活動している。4人編成でモータウンに所属していた1990年代に1、時代を築いた。マイケル・マッケリーが2003年に脱退したのは健康上の理由による。1990年代、彼らは世界的規模で成功を収めた。 きっかけは1992年にリリースしたエンド・オブ・ザ・ロードこの曲はアメリカ国内にとどまらず世界各国のチャートで1位を記録したビルボードヒットチャート13週連続1位という記録はエルビス・プレスリーが数十年前に達成した記録を打ち破るものだったが続いてリリースしたアイル・メイクラブ・ツー・ユー・ワン・スイート・デイでさらに記録を伸ばしたアイル・メイクラブ・ツー・ユーは オーストラリアでも4週連続1位を記録。また2017年時点で、ワンスイートデーが打ち立てた16週連続1位の記録は未だに破られておらず最長大記録となっている。ビルボードチャート1位在位期間では通算50週。これは史上4番目の記録である。アイル、メイクラブ 2U がオンベンディド2位に1位の座を明け渡したことで、彼らはビルボードチャート1位を 自らの曲で入れ替えた。これは、ビートルズ、プレスリーに続く記録である。ビルボードマガジンでは、1990年代で最も成功したグループ第4位に挙げられている。現在も3人編成で活動し、世界各国でツアーを行っている。最新のスタジオアルバムカライドは2014年にリリースされた。1985年。 フィラデルフィアハイスクールフォーザクリエイティブパフォーミングアーツにて、ネイサン・モリスとマーク・ネルソンによって結成されたユニーク・アトラクションというグループであ。当初のメンバーは、同級生のジョージ・バルディ、ジョン・ショーツ、マーガリッテ・ウォーカー。1987年、学校のコーラス部でこのメンバーと知り合いだったワンイエ、モリスが加わる。新入生だった、彼がこのグループに最後まで残ることになる。 1988年、バルディ、ショーツそしてマーガリッテが卒業と同時にグループを離れた。グループが新たにメンバーに加えたのが、ショーン・ストックマン。コーラス部で彼のソロを耳にしたことがきっかけだった。マイケル・マッケリーの参加は偶然の出来事と言っていい。ある日、高校のバスルームで、姉さん、マーク、ワイエそして、ショーンが歌の練習をしていると、 マイケルがやってきて彼らに合わせて歌った。やがて彼がこのグループのバスパートを引き受けることになる。こうしてメンバーが固まった。彼らが学校のバスルームで練習を続けたのはそこで歌うと響きが良かったからだ。やがてそこが彼らの集う場所になった。彼らが影響を受けたのはニューエディションの曲やハーモニーだった。やがて彼らはニューエディションの曲の一つにちなんで グループ名を変えた。ボーイズ・トゥ・メン1989年、彼らはチャンスを得る。高校のバレンタインパーティで街を訪れたニューエディションの楽屋に飛び込むと、メンバーのマイケル・ビブンズの前で彼らは歌った。そこにいたのは、同じニューエディションのメンバー、リッキー・ベルト・ロニー・デボー。彼らが歌った、Can You Stand the Rain は、メンバーやスタッフその他、その場にいたすべての人々を感動させた。 マイケルは彼らに電話番号を伝え、連絡してくれと彼らに話した。後日姉さんはマイケル・ビブンズに電話をし、マイケルはこのグループのマネージメントを、そしてプロデュースを引き受けることを約束した。しかし、その後のレコーディングは、父として進まず、また個人的な事情もあって、結成当時からのメンバーだったマーク・ネルソンがグループを離れるに至った飛行機に乗るのが嫌で脱退いた。 後日本人がインタビューで語っていますこうしてボーイズ・トゥ・メンは4人編成としてを世界的名声を得る一歩を踏み出した。1991年、ファーストアルバムクーリー・ハイ・ハーモニーがモータウンからリリースされた。プロデューサーはマイケル・ビブーンズ。アルバムはドラムサウンドに重点を置いたニュージャックスウィングで多重録音を背後に重ねるスタイルは ベルビブ・デボーの手法を取り入れているとも言えるが、BBD がラップや大敗的色彩を帯びたボーカルを売りにしていたのと、対照的にボーイズ・トゥ・メンはクラシック・ソウル・スタイルのボーカルを前面に出した。このスタイルにメンバーそしてマイケル・ビブンズのヒップ・ホップ・ドゥ・ワップが重ねられる。BBD の系譜を引き継ぐグループとして、ボーイズ・トゥ・メンそして弟分のアナザー・バット・リエーションに、 代表されるのがこのスタイルである。一般的に R&B グループの多くが一人、ないし二人のリードボーカルとバックコーラスというアレンジであることが多いが、ボーイズとメンは当初からメンバー全員がリードボーカルというをとっていた。このスタイルは彼らのトレードマークとなる。ワイエ・モリスのビブラートの効いたテナー、ショーン・ストックマンのテナー、ネイサン・モリスのバルトンとマイケル・マッケーのバス。 彼はいくつかのヒット曲でセリフも担当している。アルバムのライナーノートには、それぞれのメンバーのニックネームが記されているが、これは、アルバムのマーケティングのために、マイケル・ビブンズと共に生み出したものである。ワイエは、青2歳、ショーンは、痩せポッチ、マイケルはそのまま、バス、姉さんは、アレックス・バンダープール。ファーストシングル、モートン・フィリーは、ダラス・オースティンのプロデュース。 マイケル・ビブンズがラップの部分で仮面を出演し、このグループとの慣れそめについて語っている。ミュージックビデオはヒップホップスタイルの色彩が強い。仮面を出演で彼らの出身校の同窓生である、ブラックソートとクエストラブが出演している、ザルーツのメンバー。アルバムからのセカンドシングルは、モータウンの古典的名曲。G.C. キャメロンの It's So Hard To Say Goodbye, To Yesterday。 1975年の映画、クーリーハイで使われた曲だった。続いて、アーがサードシングルとしてリリースされた。アルバムは900万枚出荷という成功を収め、1992年のグラミー賞を獲得した、R、R&B デュオ、グループベストボーカル部門。また、イギリス人歌手シール、そして同期のボーカルグループであるカラーミーバッド、ダンスグループ C。 C-Music Factory と共に最優秀新人賞にもノミネートされた受賞したのはシンガーソングライターマーク・コーン。モートウン・フィリーと It's So Hard To Say Goodbye to Yesterday は R&B 部門で1位を獲得、US ポップチャートでもトップ5に入った。1992年、彼らは MC ハマーの2レジェットにクイッドツアーに参加しオープニングアクトを務める。 米国ツアーの最中、ツアーマネージャーのカリルラウンドズリーが、シカゴで殺害されるという事件を起きた。後に賞を獲得した、It's So Hard To Say Goodbye to e s t r d a y は、彼に捧げられた曲である。この出来事が、そしてこの歌が彼らの成功を後押しすることとなった。1992年の全米ツアーの佐なカも彼らは、End of the Road のレコーディングのため頻繁に、 スタジオ入りした。この曲は、ケネス、ベイビーフェイス、エドモンズが、プロデュース兼究作を担当したイマーフィの映画、ブーメランの、サウンドトラックの一曲だった。1992年6月30日に、リリースされた、この曲は彼らの最大のヒット曲である。1992年8月15日に、ビルボードチャート1位に達すると、同年11月7日まで13週連続1位に、 この曲の成功によって彼らは前途有望な R&B スターからあっという間にスターダムを駆け上がった。ファーストアルバムクーリーハイハーモニーは1993年にこの曲を追加したバージョンで再リリースされたボーナストラックという位置づけ。しかしこの曲は本来ブーメランのサウンドトラックとして収録した一曲という 扱いだったこともあり、後にマイケル・ビブンズがプロデュースしたイースト・コースト・ファミリーボリューム1ではシングルコレクションの一つとしか見なされなかった。このコンピレーションアルバムをリリースしてほどなくグループとマイケル・ビブンズの共作関係は終わりを迎え、彼らはあくまでプロとしての職業的な意味で決別することになった。ボーイズ・トゥ・メンはその後も数年間。 ベイビーフェイスをはじめとする著名プロデューサーと曲を作り続けた。クリスマス向けコンピレーションアルバム、クリスマスインタープリテーションスを1993年にリリースすると、彼らは再びスタジオワークに戻った。前作以上の期待が寄せられたのは言うまでもなく、彼らは見事にそれに応えた。1994年 E がリリースされる。このアルバムは、 アメリカ国内だけで1、200万枚を出荷。R&B グループが、これまでリリースしたアルバムのベストセラーの一つであり、1990年代を代表するアルバムの一つである。アルバムに収録されている曲の多くは、ティムボップ5曲、ベイビーフェイス2曲、そして、あのジャムルイス2曲によるもの。ジャムルイスのオンベンディドに、ベイビーフェイスのアイル。 メイクラブツーユーそしてウォーター・ランズ・ドライはこのアルバムを代表するシングルとしてヒットした。アイル・メイクラブツーユーはエンド・オブ・ザ・ロードが記録したビルボード13週連続1位の記録を打ち破り14週間連続でチャート1位に居続けた同年にホイット・ニー・ヒューストンがカバーした Will Always Love You も先んじて14週連続1位という記録を残している。 この曲に入れ替わって1位になったのが、オンベンディド2位。ビルボードヒットチャート1位を、自らの曲で更新したアーティストとしては、ビートルズ、エルビス・プレスリーに次いで3組目となった。第37回グラミー賞。彼らは、R、R&B、ベストアルバム部門、E、そして、R、R&B デュオ、グループベストボーカル部門の2部門で賞を獲得した。 モータウンはザリミックスコレクションの制作に取りかかる。クーリーハイハーモニーと E からの曲をリミックスしたコンピレーションアルバムだったが、これに大使グループはことを唱える。彼らにしてみれば、このアルバムに収められた編集モはボーイズ・トゥ・メンを代表する曲とは、到底言い難いものだったからだ。しかしアルバムは彼らの許可なしにリリースされた。これが、 モータウンと彼らとの間に生まれたわだかまりの発端だった。ほどなくして彼らはレコード会社を立ち上げるストーンクリーク社。後にアンクルサムの作品をリリースする。ストーンクリークで制作した作品はモータウンではなくエピックレコード社からリリースされた。サードアルバム、客中エボリューションは1997年半ばにリリースされた。この作品は 賛否両論を呼ぶ出来で売り上げは300万枚。1、200万枚という前作 E の桁外れの記録やクーリーハイハーモニーの900万枚には到底及びなかった。このアルバムでビルボードチャート1位を記録したのはジャムルイスがプロデュースした4シーズンズオブローンリーナスのみ。ベイビーフェイスの A ソングフォーママはトップ10にランクインしたものの3枚目の シングルキャントレットハーゴーは期待にそぐわず振るわなかった。1997年に始まったワールドツアーエボリューションは客中チケットの売り上げという意味では大きな成功を収めたもののレコード会社との圧力やメンバー間のいざこざにグループは悩まさることになる。さらにメンバーの健康問題が追い打ちをかけた。エボリューションアルバムのツアーの最中 ワイン・エモリスの生体ポリープが悪化し、彼の回復までいくつかの公演が延期される子になった。また、マッケリーの脊柱側腕章も悪化し、ダンス曲でのパフォーマンスが困難なほどになった。1998年のグラミー賞では2部門にノミネートされた。エボリューションそしてエソングフォーママ。客中このアルバムは、正式には4番目のアルバムとみなされている。 二番目のチスマスインタープリテーションズをオリジナルと捉えるかどうかで異なるようだ。客中1997のエボリューションツアー、日本公演はこのアルバムの発売直後に行われたが、このアルバムからの曲は一切演奏されなかった。演奏曲も、イベント自体もいいのツアーという扱いだったので、日本公演において、この表記は誤解を招くと思われる。 武道館公演の際は E の垂れ幕がステージ後ろにかかっていた。1999年、モータウンの親会社であるポリグラムがユニバーサルミュージックグループに買収された。主たる企業再編の過程で、モータウンはユニバーサル参加のユニバーサルレコーに吸収合併され、ボーイズ・トゥ・メンもユニバーサルの所属アーティストになる。 2000年のネイザン・マイケル・ショーン・バニャはユニバーサルからリリースした唯一のアルバムである。収録曲はメンバーが中心になって書かれ、プロデュースされた。これは彼らの新たな音楽を模索する試みであったと、当時に彼らの成功はヒットメーカーであるベイビーフェイス頼みだという回帰的な声に対するメッセージでもあった。アルバムへの批評は前作より好意的なものだったが、 売り上げとしてはアメリカ国内で50万枚、世界では100万枚だった。パスユーバイとサンクユーインアドバンスはメディアの注目を浴びた。どちらもヒットと呼ぶには至らなかった。2001年、グループはユニバーサルを離れる。1991年に彼らを国際的スターへと導いた、モータウンとの関係はこれをもって終わりを迎えた。ユニバーサルは大成功を収めた。 ヒット曲のコンピレーションアルバムレガシー、ザ・グレイティストヒッツコレクションをリリースし、グループとの契約は終了した。2002年にアリスタレコードとの契約を契約を結ぶと、彼らはアルバムフルサークルのレコーディングに取り掛かった。新曲ザ・カラオブラブは、ベイビーフェイスによるプロデュース。1990年代に彼らが味わった大成功の再現を図る試みだった。 アルバムのプロモーションには十分な予算がつぎ込まれ、ザ・カラー・オブ・ラブのミュージックビデオにもアリスタは予算と力を注ぎんだ。メンバーそれぞれのパートが4つの異なる国で撮影され、最後にニューヨークで撮影されたマイケルの撮影地はインドで、監督はリトル・エックス、ショーンは東京、監督はハイプ・ウィリアムズ、姉さんはガーナ、監督はベニー・ブーム、ワン・イエはプエルトリコ、 監督はクリス・ロビンソン。このミュージックビデオは別途曲でのデビューを飾るに至ったが、プロモーションにもかかわらず十分な成果を得ることはできなかった。前作同様アメリカ国内で50万枚強、世界通算で100万枚の出荷にとどまった。フルサークルはボーイズ・トゥ・メンが4人組としてリリースした最後のアルバムである。メジャーレーベルによる手厚いプロモーションもこのアルバムを 持って終わった。2003年1月30日、赤中側暗症の持病を兼ねてから抱えていたマイケル・マッケリーがグループから脱退した。アリス・タは同年4月30日にボーイズ・トゥ・メントの契約を解除する。残された3人のメンバーは音楽シーンの最先端を追い続ける人々の目から消えてしまった。彼らの音楽が当時の音楽産業の中で居場所を見つけられなかった。 ためだ。仕切り直しの時、スポットライトから遠ざかっていた、数年を経て、ボーイズとメンは、コッフォレコーズの支援を受けた、オリジナルレーベル、MSM ミュージックグループを立ち上げ、2004年に、セロバック、ボリューム1をリリースした。アルバムは、ダズバンドの、レッド・イット・ホイップ、マイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャーのような、R&B やソウルの古典、ボビー・コールド・ドエルのホワット・ユーワン、 t ゥフ l o v e というヒットシングル等のカバー集である。収録にあたっては、姉さんがバスのパートとバディトンのパートを担当した。アルバムはビルボードチャート200で59位にランクインした。グループはこのアルバムをメインに据えたオリジナルツアーを北アメリカとアジアで行った。ツアー側からのプロモーションはそれほど行わなかったものの、アルバムは20万枚を超える売り上げを達成した。 2005年、ハイチ救済プロジェクトアポカリプスで、アンダーソン・カミュート CD を作成。2006年には、根強いファンが多い日本国内限定で、アルバム・ザ・レメディをリリース。日本以外の地域については、このアルバムは、グループのウェブサイト上で、オンライン限定での販売とな、2007年2月14日。2007年半ば、彼らは、ユニバーサル、 レコードと再び契約を結び、デッカレコードのレーベルによるアルバムモータウン、エイジャー n e y t h r ツ u ル s US USA をリリースした。アルバムは、モータウンがかつて世に送り出した曲の数々をカバーしたもので、アメリカンアイドルの審査員として、名を馳せたランディ・ジャクソンが共同プロデューサーとして参加した。テンプテーションズの Just My Imagination マービン・ゲイトタ・ミー・テレルのアイン。 ティナッシング・ライク・ザ・リアル・シング、同じく、マービンのマーシー・マーシー・ミーや、スモーキー・ロビンソンザ・ミラクルズのザ・トラックス・オブ・マイ、ティアーズが、そして彼ら自身の曲エンド・オブ・ズロドも、アカペラバージョンで収録されている。アルバムは、商業的には成功と呼べる結果を収め、アメリカ R&B チャートで6位を記録。イギリスでは10万枚の売り上げを達成した。評論家も、好意的で、 2009年の第51回グラミー賞で彼らは2部門にノミネートされた、モートーンでベスト R&B アルバム部門、リボン・イン・ザ・スカイで R&B デュオ、グループベストボーカル部門。2008年、彼らは小番組 Don't Forget the Lyrics に登場し、そのパフォーマンスで好評を博した。獲得した50万ドルを2つの事前事業に寄付する。 このイベントへの出演を通じて、人々は次のアルバムに興味を抱くようになる。2009年、彼らは新しいカバーアルバムをリリースする予定であることを発表した。ショーン・ストックマンによれば、このカバー曲集は、おそらく僕らがカバーするとは誰にも想像がつかないような曲を収録したもので、事実、R&B という垣根を越えて、 様々なラブソングのカバーによって構成されていた。デビュー20周年、そしてバレンタインデーに合わせ、ボーイズ・トゥ・メンは、ラブ・クルーズの開催を発表した。このクルーズは2011年2月11日から14日にかけて、フロリダ州マイアミを出発し、バハマのナスソーへと向かう旅である。乗客はグループによる、ウェルカム・カクテル・パーティー。彼らのコンサート。 ファン感謝コンサート、メンバーとの写真撮影、プロムイベント、ボーカー大会、デッキでのパーティー、ボーイズ・トゥ・メンの出演する他のイベントに参加できる、抽選会など、様々な催しを楽しんだ。また、参加した夫婦はメンバーからの熱い祝福の下、結婚の誓いを新たにした。デビュー20周年を記念して名付けられたアルバム、20は2枚組の CD で、 一枚は13曲のオリジナル。もう一枚は彼らの以前のヒット8曲を新たに取り直したものだった。2011年10月25日にリリースされたこのアルバムは MSM ミュージックグループに移ってから4枚目のアルバムだった。日本では国内最大の独立系レーベルである ABEX のバックアップを受け、アメリカでの公式発売日より13日早くリリースされた。 実はこのアルバムのために、マイケル・マッケリーの復帰が告知されていた。2009年9月6日、バージニア・ビーチでのコンサートの際、20周年、記念アルバムは4人でリリースするとショーン・トックマンが告げると、場内はバレンばかりの高らかな拍手に満たされた。しかしこのアナウンスのすぐ後、マッケリーはこれを否定しており、結局このアルバムに参加することはなかった。 2012年、彼らは日本のロックバンド、エル・アーク・エンシエルのトリビュートアルバムに参加した、このバンドのスノードロップを歌った。2013年1月22日、彼らはザ、ザビューにニュー・キッズ、オン・ザ・ブロックそして98デグリーズと共に出演し、3グループのジョイントツアーを2013年の夏に行うと発表。 2013年2月20日の時点で、グループはこの年の3月1日でツアーを終了し、今後は、ラスベガスのミラージュホテルカジノで演奏をすると、告知した。2014年1月13日、テレビ番組ハウ、アイメット・ユア・マザーの最後のエピソード、タイトルは、スラプスキビングさん、スラポイントメント・イン・スラプマラに出演し、このテレビショーのユージャスト・ゴット・スラプットをアカペラで、 歌った。2014年10月21日、彼らの11枚目のアルバムカライドがリリースされた。アカペラ、そして R&B におけるボーイズ・トゥ・メムの存在の大きさは計り知れない。彼らのスタイルは、いわゆるクロスオーバーで様々なジャンルの音楽を取り入れたものである。1990年代は、R&B が音楽の主流だった1970年代への 回帰を目指すムーブメントの時代であり、彼らはその1990年代音楽シーンの最先端にいた。ヒップホップと R&B を組み合わせたスタイルは他のグループにも見られたものだったが、彼らに大きな成功をもたらしたのは、それにハーモニーを加えたという点だった。このスタイルは2000年代そして2010年代のポップチャートにおける R&B には欠かせないもので、彼らは その先駆者とみなされている。2012年1月5日、ボーイズとメンはハリウッドの多くークオブフェイムに加えられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。